イコミです。さて、本日はですね、クイヒホグ、こちらに関してね、見ていきたいというふうに思います。まあ、ホグライダーもね、タウンホール、まあ、13になって、レベルが上がりましたし、あと12においてもね、十分、強い、まあ、全開戦術の、まあ、代名詞的な、ユニットになっているというふうに思うんですけども、まあ、これね、13において特に大きく変わったクイヒホグの、まあ、やり方というかね、気をつけるべきポイントっていうのがあって、まあ、そこをね、本日は中心にお話をしていきたいというふうに思います。合計ね、3本動画見てほしいんですけども、最後1本は失敗例をね、ちょっとご覧いただきたいというふうに思います。で、まずこれ1本目、これはもう完全な成功例ですね。めちゃくちゃ綺麗なんでよく見てほしいんですけども、あなたさんがね、取ってくれたアタックです。で、これね、話がそれますけども、あなたさん、ちょっとね、注目してもらうといいかなって思います。かなり、去年の年末ぐらいから、まあ、私がね、やったイベントだったり、あとは、ジョーカーさんがね、やってた、タウンホール13の、戦術をみんなでこう、見つけようみたいなね、イベントがあったと思うんですけども、そういうところで、もう、優勝、準優勝と、めちゃくちゃね、すごい個人成績上げてる方です。これからね、多分注目プレイの一人になってくるんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってますんで、ぜひぜひね、チェックしていってもらえたらというふうに思うんですけども、まず、まあ、この一発目、ね、どんな感じかっていうと、ここね、グランドウォーデンのお出火で削っていきます。こういうインフェルノタワー結構カモですよね、お出火にはね。で、クエイクの呪文を持ってるんですけど、これここで使います。クエイクガーッと使って、一気に中央部にペッカボーラを流し込んでいくということですね。そうすると、まあ、出来上がるのがこんな感じに削れていくわけですね。まあ、こんな感じに。で、削れていったところをホグライダーをガッとこういうふうに回していくと。いうことなんですけども、さあ、ここでね、絵を描いて、こんな風か、ごめんなさいね、こんな風かな、絵を描いて、気づくことないですかね、なんか、この形。L 字じゃないんですよね。今まで、やっぱりタウンホール12までって、L 字、L 字って言われてたじゃないですか。L 字って、例えば、まあ、こういう風に村を4つに分けたら、ここを全部こう削って、あとここからこういう風に回していくんですよみたいな、まあ、こういうルート作りをすごい推奨されてたと思うんですけども、今度ね、タウンホール13でロイヤルチャンピオンが生まれたことによって、このね、4つに区切ったこの区画の、まあ、1つはね、まあ、主力部隊、空飛とかで潰しますよね。残ったこういうところなんかも、結構ね、ロイヤルチャンピオンを使うことで削れちゃうんですよね。そうすると、必然的にホグライダーが通るルートっていうのが、こう、割と一直線に近い格好になるというのが、タウンホール13で、ホグライダー回すための、まあ、すごい大きな、変更点というかね、考え方の、その違いになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあなんでね、じゃあ、なんでというか、L 字じゃダメなのって話ですよね。今まで通り別に L 字をきれいに作って回すっていうんだってありじゃないのって、まあ思うと思うんですけども、それやってしまうとですね、火力の方が若干高くて、ホグライダーとかね、まあ、バルーンもそうかもしれないですけども、回しきれないなっていうのを最近私感じます。まあ、この1個前の動画かなで、バルーンを回すときには、まあ、フリーズが重要ですよなんて話もしましたけども、まあ、ホグライダーに関してはヒールの呪文ですよね。まあ、これが非常に重要なわけなんですけど、L 字を作っちゃうと、例えばですけどね、例えばこんな風にこの村を見て、ここを陸で潰します、L 字をこう作りますって言った場合には、ヒールの呪文、こう、どうしてもまあ3つは欲しくなりますよね。けど、この3つをね、確保しようと思うと、結構ね、他の呪文が足んなくなって、自利品になっちゃったりするんですよね。で今回、柳田さん、これ、ヒールの呪文2個しか持っててないじゃないですか。これはなんでかっていうと、こことここでこう使えばいいやっていう。直線にすることによって呪文を1個節約できる。で、その直線を作れるための、作るための優秀なユニットがロイヤルチャンピオンと、まあ、いうことになるんですね。ここに関しては、攻めを考える上で、よく、その、なんていうのかな、考え方の違いとして、認識しておくと結構ね、プランニングが立てやすかったり、あとは、まあ、その結果がついてくるかな、というふうに思いますね。で、俊也さんが取ってくれたこのアタックも、そうですね。簡単に、まあ、これも、プランニング説明すると、こういうふうに、まあ、村見たときに、ここ、クイヒーです。で、こっちを、バーバリアンキングですね。キングで潰していきます。で、ここをホグライダーでこう回していくって、まあ、こんなような、プランニングになってますね。
で、ロイヤルチャンピオン、これは、ちょっとどこから入れるかすいません、私さっき見直したんだけども、収録する前の、なんだ、企画作りの時に忘れちゃいましたごめんなさい。で、まあ、とにかく、直線ルートを作っていくと、まあ、いうことですね。で、別に、ロイヤルチャンピオン、まあ、必ずしも使う必要もなくって、まあ、使わずにできちゃうんだったら、まあ、それでもいいんですけど、まあ、よりね、ロイヤルチャンピオンを使った方が、まあ、その直線ルートは作りやすいってことですね。特にこの辺なんかはババキンを使いながら、この3字側っていうのかな、ここキングを使いながら、まあ、ロイヤルチャンピオンをさらにこう入れていっても、よりけ、削りができてね、バランスはいいのかなっていうふうにも思うところです。で、今回シュンヤさんも見ての通りですけども、これヒールの呪文2個ですよね、まあ、これは直線ルートを作る前提で考えているから、まあ、ヒール2個にしているというところですね。で、これですね、結構ね、無駄が多いっちゃ無駄が多いんですよ。例えばこれ、今、アイスゴーレム、これ、破裂してフリーズかけましたけども、あんまりフリーズの効果が効いてないですよね。ロイヤルチャンピオン出てくるの遅かったんで。で、かつこのウォールバスター、これ完全になんか仕事してないですよね。もう突破兵器なしでこの攻め組み立ててるんじゃないかって言っても過言じゃないぐらい、この、ウォールバスターの仕事、ほとんど何もしないんですけども、まあ、それでもホグライダー回しきれちゃうっていうのはやっぱりね、序盤のルート作りが非常にうまかったからっていうところですね。で、まあ、こんな格好で、ホグライダーをしっかり最後まで回していって、まあ、前回まで持っていくというところですね。まあ、若干あれかな、私 I 字って言ったけど、 I 直線って言ったけど、まあ、ここ若干ちょっと残っちゃってますね。まあ、残っちゃってるけども、最後まあだ、まあ、惰性で持っていっちゃうという感じですかね。ただやっぱりホグライダーの体力だいぶ削られちゃうんですよ。こう、直線をはみ出すようなルートになると。ホグいないですよね。ほぼほぼ。ホグライダーの影に隠れていたヒーローたちがまだ元気だったんで、ギリギリこの3字が取ってきたんですけど、まあ、これもしも、ヒーローたちがね、ホグのルート作りの段階でやられちゃってたら、まあ、きっと、最後まで伸びなかっただろうなという感じですね。なんで、とにかく、ホグライダーを回すときには、直線を意識すること。まあ、これがすごいね、タイムホール13では大事かなというふうに思います。で、あなたさんがね、今回ちょっと、失敗しちゃったアタックもあったんで、これちょっと上げさせてもらいたいんですけども、これはですね、まさにその L 字を作ってしまったがために、呪文が足んなくなって最後自利品になっちゃうっていう典型的なパターンでした。まあ、アタックそのものはすごくうまいんですけども、L 字だったがためにっていう、まあ、そこだけですね、ちょっとまあ見てもらえたらと思います。どんな風にいくかっていうと、ここを、この辺かな、この辺までこうアーチャークイーンで、潰して、クイヒで潰していって、でホグライダーはこう回していきます。でホグがこんな風に曲がっていくんですね。で、まあ、これ従来の、タウンホール12でよくあったようなルートですよね、L 字のルート。まあ、こんな風に切った時の、L 字ですね。L って感じ。で、このルート作りをしていって、まあ、非常にうまいんですけども、まあ、残念ながらですね、ちょっとね、ホグライダー呪文が最後、ヒールが足んなくなっちゃって、まあ、全滅するんですね。まあ、そこを見てほしいんですけども、まずはここ、非常に綺麗に援軍処理もしてますね。相手のネクロマンサーにしっかりポイズンかかるようにかけてるっていうところ。まあ、こういうところがね、やっぱりこのあなたさんのテクニックすごい高いなと思うところです。無駄がないというかな。早め早めのレイジを使うとかね。で、まあ、これはちょっと、まあ、序盤の、まあ、入りの部分というか、おまけですね。おまけは前菜というかな、の部分なんですけども、これから、メインディッシュの、ホグライダーが始まっていきます。ホグライダーはしっかりこのね、下方向から出していって、で、こっちに関してはボマーで潰していくと言うんですけども、ちょっとボマーがね、これ遅かったんですね。遅くて L 字にならなかったっていうのが、まあ、おそらく、あなたさん的には正直なところだったと思うんですけども、そのおかげで、ホグがね、本来多分こう進ましたかったところが、こう行ってしまったっていう、この回り道して L 字になっちゃったってことですね。でも実際見てみてもらって思うとも、分かると思うんですけど、タンホール10位だったら、この、L 字の作り方、すごい理想的な風に見えると思いませんか？もうかなり綺麗な L 字だなっていう風に、これまでなら思ってたと思うんですけども、13の場合にはちょっとやっぱそれじゃ足んなくって、まあ、こんな風にね、上方向にこうホグライダーがまとめて流れちゃったんですね。なんで、ここで、2個目の、ヒーローを使わざるを得なかったと。で、それをしちゃったがために、このギガテスラ周り、
ここでまず、まあ、ここは、エタナルトムで返したものの、その後ですよね、ここ投石機のダメージをホグライダーがガンガン受けちゃうんですね、これゴーンと。で結構ダメージ削られちゃって、おまけで、まあ、バーバリアンキングとロイヤルチャンピオンも相手がついてきちゃっているので、ここから次自利品になってしまって最後やられちゃうという格好なわけですね。ここでもしもヒールが1個あったら、ここですね、ヒールが1個あったら全然違ったと思うんですよね。なんで、ああ、間違えた、ごめんなさい。なんで、やっぱり、ここで使っちゃったヒール、ここで使っちゃったヒールをこっちにこう持ってきたかったっていうところですね。回り道をしちゃったがために使わせられちゃって、本当はこっちに行って、ヒールここの部分でね、使えたら、きっとまあ、全員まで行ったんだろうなというふうに思います。やっぱりね、このタウンホール13になって、ロイヤルチャンピオンが出てきて、丸々ね、壁の中を削れるユニットが増えたというね、この利点をしっかり活かして、そのルート作りを組んでいかないと、結局ね、呪文不足とかになってしまって、最後までユニットが伸びないということになりかねないので、ぜひぜひね、タウンホール10、ごめんなさい。むせた。すいません。13やる方は、直線ルート、これをね、意識していくと、まあ、より今後、アタックの成功率が上がってくるかなというふうに思います。まあ、前回取れた方が当然楽しいんでね、まあ、前回ばかりが全てはないとは思うんですが、まあ、せっかくやるならね、そこを目指してやっていた方が、まあ、自分も気持ちよく、プレイができると思いますし、やっぱ勝ってね、喜ぶっていうのは、まあ、チームでやる以上、格別なんでね。ぜひぜひ、クーランのね、その、勝利に貢献できるアタックが皆さんできるようになってくれたら私も嬉しいなというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴をどうぞよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。